日本スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦、末吉勝、画面右5度目の防衛なるか、画面左こちら坂浩介、フェザー級そしてスーパーフェザー級の2階級制覇なるか、運命の10ラウンド、そのオープニングラウンドの幕が上がります。冬の後楽園ホール、乾いたゴングの音を聞きました両者です。チャンピオン末吉勝、赤いパンチンググローブを握ります紫のトランクス、5度目の防衛戦、そしてまずはボディを伸ばしていきました。ブルーのトランクスはチャレンジャー、日本スーパーフェザー級8位坂浩介、元日本フェザー級のチャンピオンでもあります。この両者の一戦になりました。まずはロープの近くを末吉サークリング、そこに追いやっていこうという坂ですが、ここはぐっと距離が近くなりました。レフェリービニーマーチン、両者を離してリングの中央に戻ってきます。さて今日の放送の解説ご紹介します。元 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン飯田聡さん、そしてもう一方、バンタム級では世界王座柔道防衛、後に世界3階級制覇も達成されました長谷川穂積さん、お二方です。どうぞよろしくお願いします。まずはこの坂がワンツーと末吉にパンチを放っていきました。飯田さん、立ち上がりどんなところ楽しみにしていきますか？末吉ジャブ、まあ、末吉はこうジャブがいいと言われてる、今もう完全に入られてますよね。そうですね、近い距離まで坂入ってますよね。左距離、あっとここは左が顎が浮きました。末吉さあ青コーナーに追い込まれて、どうかなんとかこのロープを脱しようという末吉チャンピオンです。末吉ちょっとジャブついた方がいいですよね。まさにこの末吉チャンピオンの生命線はジャブ、このジャブのうまさでいうと定見ジム右に出る者はいないという話は田中仙台トレーナーです。長谷川さん、この坂の出方どうですか？そうですね、まあ、ボディボディあっとバランスを崩した、ボディでバランスを崩した、チャンピオンピンチ、オープニングラウンドからチャンピオンが窮地に立たされている。ちょっと今日末吉力入ってない感じですよね。どのようにしていけば末吉は一つリズム作れますか？やっぱりまずジャブついていきたいですね。はい、長谷川さん、この坂は先手先手と言っているこの第1ラウンドと見ていいんでしょうか？立ち上がりからここ、まあ、プレッシャーかけて、先に自分のペース持っていこうという作戦が今うまくはまってますよね。ああそうですか。この坂の持ち味はなんといっても右のストレート、キャリア19勝のうち16の KO が右、左、この距離は坂の距離ですからね。坂が近づいていく、近い距離での打ち合いになっていくが、少しこの立ち上がりのラウンド、末吉は防戦一歩を取った形でしょうか。まだ第1ラウンド1分弱残されています。この立ち上がり、チャンピオンがなんとかリズムを作っていけるかどうか。リングの外側です。末吉選手、はい、出だしジャブをあまり出さなかったので、坂選手もあの簡単に入れたっていうところはあったと思います。ああそうですか。チャンピオン末吉は身長175センチ、チャレンジャー坂は身長169センチ、身長にしては6センチこのチャンピオンに分があります。ここは一旦離しました。第1ラウンドは30秒を切った。左のジャブをついていくのはチャレンジャーの坂浩介です。ジャブジャブ、もう一度ジャブ、右のストレート、チャンピオンジャブ出すタイミングが1点遅いんですよね。見ちゃってて、ね、そうですか。今も左出ましたがちょっと遅いということですか？はい。さあ標識がここでなりまして、残り10秒第1ラウンド、まずはチャレンジャーの坂、積極果敢に攻勢に出ていこうかというところ。近い距離で右を放っていったチャンピオンの末吉です。日本スーパーフェザー級タイトルマッチ第1ラウンドが終了しています。さて改めまして解説は飯田聡さん、そして長谷川穂積さんです。まずは飯田さん、この第1ラウンドどう見ますか？まあ、やっぱり、うん、まあ、チャレンジャーはもうグイグイと、今のスタイルがもう本人の、ボクシングなんで、すごくいいと思うんですけど、チャンピオンの方がちょっと今日は、力が入ってないというか、はい、見るところから始まってますよね。長谷川さん、この第2ラウンド以降、はい、どんな戦い方両者重要になってきますか？そうですね、まあ、末吉選手がしっかり2ラウンド目最初からジャブを出して、はい、まず自分のペース展開に持っていくということが大事だと思います。まずは攻勢に出たのは画面の左、第1ラウンドはチャレンジャーの坂浩介でした。元日本フェザー級のチャンピオン、そして画面右はチャンピオンの末吉。あ、鼻の右あたりからこれ出血が見られるでしょうか？そうですね、なんか、血が流れてたようですね。このあたりが第2ラウンドどう影響してくるか。さあ、波乱の幕開けとなりました。続いて第2ラウンドです。まあ、この第2ラウンド最初大事ですよ。末吉選手がしっかりジャブを出していかないと、どん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 坂選手のペースになってしまう。まず先手は坂です。オーソドックススタイルの両者の一戦です。なんとかジャブを出していきたいというところに坂が詰まってくるというような、そんな立ち上がり。左左左のダブルを持っていきました坂浩介。ボディボディ、もう一度ボディ。さあロープに追い込んで、末吉はジャブを出していく。左左を返しました福です。あっと顎が浮いた。はいどうぞ。
こちら青陣営ですが、ジャブがいいと、これからはジャブから次の展開、ここを意識しろと先ほど声をかけていました。あ、そうですか。飯田さん、ジャブが今度は坂がいいという評価でした。まあ、そうですね、チャンピオンがあまり出さないんで、その中に入ってからはしっかりと打ててますよね。長谷川、はい、坂選手はやっぱりこう中に入ってからのコミュニケーションうまいですから、その中での戦いはさせたくないですね、チャンピオン。なるほど。長谷川さん、距離でいうと今どちらの距離と見ていいですか。坂選手の距離だと思いますね。あ、そうですか。左を返した。ただただまっすぐ入るのではなくて、頭を振りながら少しフェイントを入れたりして、タイミングをずらしながら打てるので、余計こう強い選手からすると入られてしまうというのが、はい、山さん、はい、一方チャンピオン陣営ですが、その距離について話がありました、距離を取って、そして冷静にという指示です、距離を取って、やはりこの末吉のジャブが気持ちよく当たる距離、左のフックを返していますが、ジャブがなかなか出ないという立ち上がり。だから坂選手は今末吉選手のジャブを怖がってないのか、左右追い込んでいくないですよね。ああ、そうですか。この辺りは不動心、そして強烈な右のストレートがあります坂。ボディ右のフックを返していった末吉。怖がっていないとなると、今度はやりづらくなるのはチャンピオンの末吉かもしれません。そうですね、ここからジャブでもう一回立て直していくのはなかなか簡単なことではないと思うんですけども、まあ、しっかりそれでもジャブをやっぱ出すことを諦めないことが僕は大事だと思います、はい、先ほどようやくジャブが一つ出ました、ジャブで距離取るっていうのはもう出せば取れますけども、はい、やっぱちょっとこうチャンピオン右に体を倒す癖があるんで、そこはもう入られちゃうんですよね。あ、なるほど。右に体を倒すこのチャンピオンの末吉、飯田さん、いい時のこの末吉というのはジャブどんな特徴があるんですか。まあ、やはりこうタイミングですよね。相手が来るタイミングのところをこう、まあ、今みたいにこう、自分の距離、相手は届かない距離でしっかりとこう当てられるのがまあ良さなんですけれども、はい、今日はちょっと見てますよね。あ、なるほど。今のボディジャブいいですよね。そうですか。もう少し対応してもいいかなと思います。ボディジャブ、上ではなく下へのボディと。上はね、ジャブという、なかなか坂選手も警戒しているので、はい、簡単に外してくれないですから。試合の前には坂も相手の末吉さんのジャブがいいことはもう織り込み済みだという話はしていました。この坂も前の手のパンチが非常に得意という話でした。うん、そうですね。左ボディ、左フック、右ストレート、さあ追い込んだ、どうだ、体を入れ替えた、ニュートラルコーナー背負わせる、連打に行く、残り10秒の表示になっている、左フック、チャンピオンの左フック、さあ10秒を切っている第2ラウンド、右ストレート、左相打ち、左右、末吉ピンチ、チャンピオンがピンチ、チャンピオンピンチで第2ラウンド終了、あわやというシーンでした。5を目指すチャンピオン末吉の第2ラウンドが終わりました。左右とラウンド終盤にパンチを連打されるシーンがありました。前々回の王座統一戦 OPBF との統一戦ではドロー防衛、そして前回の防衛戦では初防衛戦で KO 勝利した相手に対し僅差の判定、本人の言葉を借りれば今日は納得する形で防衛 V5 を勝ち取りたいという話でした。さあ序盤は苦しい展開ですが、第3ラウンドどうでしょうか。第3ラウンドのゴングが鳴りました。V5 の防衛戦というともちろん自信もつくんですけど、少しこう日本タイトルの慣れでちょっと安心感も出てしまうところもあると思うので、そうですか、そこの1ラウンドの最初ちょっとこう坂選手にペース取られたかなっていうところがあるんですね。長谷川さんは現役時代世界王座を10度防衛されましたが、この防衛を重ねるということ、この難しさどんなところにあるんでしょうか。そうですね、自信にもなってで、それが行き過ぎると今度過信になりますし、またこう慣れからちょっとこう最初のドキドキ感というのか、はい、そういうのも少し薄れてくるので、まあ、5回目でちょうどそういう風な回数があるんですよね。ここも第3ラウンドはまず先手を取っているのは坂です。そうですね、ジャブの方が当たっているのがもう坂の方ですからね、まあ、スウェーで、チャンピオン避けてますけども、そのスウェーに合わせても左フックを振るとか、もう相手が入ってきたところも右も大振りでいいん で、はい、ですちょっと強いパンチで、合わせるっていうのはありですね、チャンピオン。こうですね、右ストレートです、この右です、もう一度右、まあ、もっと右を出していってもいいと思いますね、はい、
平松さん、はい、チャンピオン陣営ですが田中仙台トレーナーからの大丈夫かという問いかけにはしっかり大丈夫ですと答えました、はい、そして先ほどありました右に傾くというところ、それについても注意が入っています。まあ、陣営としても一つ課題を明確にしてという時間帯でしょうか。まあ、右に傾きながらも左フックをもうそれに合わせてもう思いっきり左フック振っちゃうとかですね、それはしっかり右ストレートの右もどんどん使っていきたいですね、はい、平松さん、はい、こちらチャレンジャー陣営ですがジャブからの展開がうまくいっている、練習通りこのまま行こうと声をかけていました。あ、そうですか。長谷川さん、このチャレンジャー坂のジャブどうですか。いや、ジャブいいと思いますね。右ストレートしっかりあの細かいジャンプを出しながらジャブ出すんで、はい、もう坂の方はもう末吉チャンプの方がこう末で避ける、体を上体のけざらして避けるのも見越して、で突っ込んできてますからね、はい、ボディ決まった。そうですね、で井田さんがおっしゃられた通り、あの末吉選手が右にダッキングすることが多いんで、そこにフックを合わせたりしますからね。バランスを崩しているというのはこのチャンピオンの末吉です。チャレンジャーの坂もこのままでいいですよ。もうどん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 エンジンをかけていって、あと上下ですね、下にも打っていきたいですね、ボディ。今まずはジャブを出しました坂、末吉は自らの胸をトンと叩いて気合を表現しました。坂選手もいいタイミングでノーモーションでジャブ打ちますからね、末吉にちょっとやりにくいと思います。末吉としてはここからやはりその右のパンチというのをもう少し出していった方がいいというのはなんでしょう。そうですね、ちょっと後手に回りすぎなんで、もっとバンバンワンツーであったりワンツーフックであったり手数を出していってもいいのかなと、はい、ジャブにこだわらず出していってもいいかなと思います。ジャブを今2発出しました末吉の生命線です。いいですね、今のボディ、はい、坂のボディ右ストレート上手の内分け取っていく、どんどんやっていくんですね。第3ラウンドまで終わっています。日本スーパーフェザー級タイトルマッチです。序盤積極果敢に手数を出しています元日本フェザー級チャンピオン坂康介、現在は日本スーパーフェザー級の8位です。2階級制覇を目指す今日の後楽園ホールのリングになります。大阪府にあります中里ジムから今日は後楽園ホールにやってまいりました。プロ初黒星、そして8回戦デビュー初防衛戦とこの後楽園ホールで涙を飲んできた鬼門の後楽園ホール、今日はスーパーフェザー級のベルトを大阪に持って帰れるでしょうか。第4ラウンドです、まあ、このままずる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 坂選手のペースで進んでしまう可能性もあるので、はい、まあ、末吉選手としてはどこかラウンドを作って勝負のラウンドを1ラウンド作りたいなと。あ、なるほど、僕は思うんですけど、キャリア19勝のうち KO 勝利は11、まあ、チームの、まあ、ジムのトレーナーをして末吉のパンチは強いよりも痛いんだというそんな表現もしていました。その右のストレートが炸裂するかどうか、第4ラウンドに入っています。末吉勝5度目の防衛戦、今日は愛する妻圭さん、そして2人のお子さんも後楽園ホールに駆けつけています。山本さん、はい、チャンピオン陣営ですが、その右ストレート、はい、足を使ってという指示がありましたね、ただ後ろに下がるんではなくって中に入ってもいいぞという指示です。中に入ってもいいという、今右のストレートが食らいました。赤コーナー追い詰める、なんとか距離を潰してパンチを出していこうというチャレンジャーの坂、ただボディを返して、もう一度ボディ、上下の打ち上げ、もう打ち合い1回目ですね、チャンピオンの方は、まさにチャンピオンは打ち合い覚悟と試合前には話していました。左のジャブはこれは空を切ります、ボディボディ、坂の方も本当もう自分のボクシング始めてますね、落ち着きますよね。あ、そうですか、少し落ち着きが見えてきたと、うん、もっと、まあ、緊張というか硬、くなったスタートを切るのかなと思ったんですけども、最初からいいペースでいってますよね。そして末吉の左まぶたのあたりから出血が見られるでしょうか。視界に影響はいかほどのものか、ジャブが当たりました。平松さん、はい、こちら坂陣営ですが序盤のペースはバッチリだと、しかし過信しすぎるなということで先ほどは深呼吸をさせて落ち着かせていましたね。あ、そうですか、過信をするな、この坂の組み立て、この後気をつけなくてはいけないのは飯田さん、どんなところになりそうですか。いや、もちろん、まあ、チャンピオン一発ありますから、これをもらったらもう一気に逆転しますからね、はい、王座初防衛戦、そして WBO の地域タイトルに挑んだ時もいずれも KO 負けで涙を飲んでいますチャレンジャーの坂、ボリボリ左右のフックを見せてきたチャンピオンが、さあ一つ山場を作ってくるかどうか。チャンピオン末吉ジャブを出した、この生命線のジャブが少し出てきた、もう一度左
ジャブから組み立てていく、はい、それでもやっぱちょっと聖吉選手ちょっと距離がまだ大きないですよね。あ、そうですか。もうちょっと近づいた方がいいんですか、離れた方がいいんですか。ね、いや近づいても離れてもいいんですけど、ええ、自分が一番いいタイミングで強いパンチを当てるジャブの距離感がまだ少しこの試合では合ってないように見えますね。もう一度ジャブジャブときました。少しこのラウンドに入ってからジャブの手数が増えたでしょうか。ワンツースリーフォー。この坂は169センチ、スピード感も生かしましてワンツースリーフォーとパンチを打っていきます。右のストレート、はい、チャンピオンの右ストレート。そうですね、この右の打ち下ろし、あと左のフックですね、はい、強いのを持ってますからね、チャンピオン。今日も再三その顔面を捉えるかというシーンがあります。第4ラウンドは10秒を切っている。追い込んでいくのはチャレンジャーの坂です。第4ラウンドまで終了、ここまで互いにダウンはありません。そしてこちらはこの後メインイベントを戦う同じスーパーフェザー WBO アジアパシフィックのベルトを狙います小川健一です。この小川とも末吉はスパーリングを重ねてきました。世界を知るこの小川とスパーリングを交わし自らの世界の舞台に羽ばたこう、そう決心して臨んでいる今日の V5 のようです。さあ第4ラウンドでは少しその自らの持ち味出てきたでしょうか末吉。第5ラウンドに入っていきます。そうですね、あと右チャレンジャーの右ストレート、ボディボディ上のパンチを打っていく。チャンピオンピンチ、チャンピオンが窮地に立たされている。ちょっと効いてますね、ただ先ほどのラウンド末吉いかがでしたか。ちょっといい自分のペースになりつつはあったんですけどね、いきなりのオーバーハンドの右がちょっとまともに当たってしまいました。そうですね、まあ、左を避けてのこう体を右に倒す、まあ、右の打ち押しはまともにもらえますよね。はい、まさにその右が末吉の顔面を捉えました。ボディジャブをついていく、もう一度ジャブ、この末吉のジャブです。ただ逆に末吉選手もああいうパンチ右ストレート、はい、吹っ切れる場合もあるので。ああそうですか、吹っ切れるというとどういうところ。もうバーンといいのもらってしまってダメージが残ってるんだったらもう打ち合ってやろうと、はい、プラスに動く場合もあるんで、必ずしもマイナスになるだけではないと思います。長谷川さんは現役時代今打たせず打つというそんなことも言われていましたが、ここでもし末吉だったら長谷川さんはどうしますか。そうですね、まあ、今ダメージ具合にはよるんですけど、はい、まだいけるんであれば僕は勝負に出ますね。あそうですか、勝負に出る。飯田さんはどうでしょう。まあ、もちろんそうですよね、強いパンチはしっかりと当てていく、はい、まあ、坂の方はもう末吉がジャブ打った後下がるんで、そこをもう下がったタイミングで右伸ばしていってますね。ああそうですか、右のストレート。シャバスさん、はい、チャンピオン陣営ですが、そのまぶたの傷というのは小さいということですね、はい、そして先に行こう、自分から行かないといけないぞという指示です。先に行かなくてはいけないというのはラウンドの中盤に入ってきましたチャンピオン末吉です。この後5ラウンド終了時点での公開採点も後ほど発表されます。ミラマさん、コーナーに追い込んだ、はい、ヒロさんどうぞ。こちら坂陣営ですが、やることは一緒、ステップ&ジャブ、そこから組み立てていこうという話をしていました。ステップ&ジャブという指示も入りました。2階級制覇を狙う今日の後楽園ホールです。そうですね、まあ、チャンピオンフェザーで取った時も敵地に行っての、見事な、KO 勝利だったですからね。そうでしたね、愛知でのそのベルトダッシュということがありました。右のストレート、チャンピオンジャブを出していく。さあこのジャブが少しずつ増えてきたか。右まで出せばいいですよね。ワンツーと出していくことジャブです。ただここで一つ終わってしまう相打ち、ジャブの付け合いの後、おっと顎が浮いたか、左のジャブ少し苦しくなってきたか。末吉チャンピオンです。大きなフックを振っていった坂のジャブがいいですね。お互いにこのジャブがボディ、そうですね、で前に坂選手が出てる分ジャブの見栄えもいいですからね。ああそうですか、ポイント面でもこの坂のジャブがいい。オーバーを切っていく、右の服3連発チャンピオンです。第5ラウンドも残り10秒少々になりました。この後は公開採点もあります。日本スーパーフェザー級の頂点をかけた戦い、ボディボディ、チャレンジャーのボディ、ワンツー、このワンツーです。チャンピオンも放っていく意地があります。第5ラウンド終了、この後公開採点が発表されます。ただいまの第5ラウンド終了時点での採点と
このチャレンジャー坂の右ストレートが末吉の顔面を捉えました。中里義達会長して丸太で打たれたようなそんなストレートだと表現しています。画面の左がチャレンジャーの坂浩介、そして画面の右がチャンピオンの末吉勝。さあこの後公開採点です。終了時点での採点と中継かをお知らせいたします。ジャッジ1社が49対46、ジャッジ2社が50対45、3社ともに挑戦者坂選手優勝でございます。ジャッジ3社はいずれもチャレンジャーの坂を支持しています。末吉は少しまぶたも腫れ上がっています。この後後半第6ラウンドです。飯田さん、公開採点発表されました。3社ともにチャレンジャーというそのジャッジの評価でした。まあそうですね、クリーンヒットも当ててるし、なかなか末吉も、チャンピオンも当ててるんですけども、はい、ちょっとやっぱりこうオープンブローだったりとか、反発のところですよね。長谷川さんはどう見ますか、この公開採点。そうですね、まあ、末吉選手もリングをサークリングしながら戦ってるんですけど、はい、サークリング自分でしてるというよりはさせられてる印象に見えるので、まあ、坂選手の取ってるラウンドが多いかなと思いますね。ジャッジ3社ともにチャレンジャーを支持。ここから残りの5ラウンド、末吉の狙いとしては飯田さん、どんなところになっていくんでしょうか。まあ、もちろんやっぱそのさっきから言ってるようにこうボディ強打ですよね、はい、強いパンチで、まあ、下の階級から上がってきた坂に、体でこう体の強さ大きさみたいなので、はい、勝負していけるところはあるでしょうね。身長にしては6センチこの末吉に分があります。チャンピオンです。平松さん、はい、チャンピオン陣営ですが、その先ほどのポイントを聞きましてですね、はい、ただ相手も手数が減ってきているので後半落ち着いていけば大丈夫だという声がありました。そうですか。長谷川さん、このチャレンジャーの坂の手数が減っているんじゃないかという定見陣営の見立てです。そうですね、まあ、前半に比べると少し減ったようには見えます。おっと、番長だな、集中させていく。おっと、バランス崩したか。チャンピオンピンチが右ストレート、左右のフック振っていく。さあ坂チャンス、チャレンジャーチャンス、2回休憩、左右右ストレートダウン。ビニーマーチン試合を止めた坂浩介、2階級制果たして4度防衛のチャンピオンをなんと KO で下しました。第6ラウンドにその KO 決着、結末が待っていました。強烈な右ストレート、丸太のような右ストレート一発炸裂。まあ、最後の爪は無駄がなかったですよね。まあ、見事だったですよね。とにかく坂の、まあ、末吉対策、はい、本当にその隙を突く、まあ、末吉のこの課題のところをしっかりとこうついて、作戦立てていったのがもう見えましたね。笑顔をはじけます。そして飯田さん、末吉敗れました。日本スーパーフェザー級新チャンピオン、2階級制覇して坂新チャンピオン、27歳坂浩介、2階級制覇達成です。